おはようございます。2021年11月6日の朝です。わし今やんちゃですって言った？おはようございます。やんちゃです。ここでタイマーをセット。はいっと完璧な立ち上がりですか？そんなことはない。かなりわたわたした。はい、というわけで土曜日です。めちゃくちゃ天気がいい。朝ですって言ったけどもう11時18分ですね。お昼です。はい、何の話からしようかな。めちゃくちゃ天気がいいですね。なんかあんまり夢を見ないんですけど、たまに夢を見て、で昨晩も夢を見たんですけど、まあ、たまに夢を見るから、夢を見るとやんちゃクラブで夢について言いたくなるんですけど、なんか夢日記っていう概念があるらしくてよく知らないんですけど、夢日記、夢日記なんか良くないって言うんですよね。毎晩の夢を記録する。夢日記をつけると逆に精神が不安定になるわけ。なんか夢日記をつけていると夢と現実の区別がつかなくなって、なんか大変なことになるって誰かが言ってました。はあ、そうなんですか？わかんないですけど、そうはならないと思うんだけどな。やってみないとわかんないけど、本当にね、なんかやってみてだんだん足の頭がおかしくなっていく様子がやんちゃクラブを見ているとなんか分かってくる。ホラーシリーズみたいになっちゃうわけですよね。ホラーじゃないんだよな、なんだろうな。サイコサスペンスみたいになってくるんですか？分かんないですけど、まあいっか。まあ、どういう夢を見たかっていうと、なんかある朝急にもう東京が壊滅してるんですよね。なんで壊滅したかも把握してなくて、なんかもうビルとかが崩れちゃってて、うわーなんだろうみたいな。地震なのかな。でももうビルが倒壊してたりするんですね。でもなぜか家だけは無事っていう、すごいご都合主義というか、いやうちは無事でよかったみたいな。そんなことありますかね。でなんか崩壊した東京を散歩するわけですけど、うわーこのビルが崩れてるんだみたいな。ただまあいろんな原因でね、急にそんなことになっても不思議じゃないなとは常々思ってはいるので、割と取り乱さずに行動していた気がしますね。いやいろんなことが急に起こると思うんですよね、今後長く生きていけば。まあなんか爆撃とかじゃなかったよな。なんだろう、地震だったのかな。あんまり想像つかないんですよね。なんかいろんな想像をするときはありますけど、もうここからは夢の話じゃないんですけど、例えばなんか急に戦争になったとして、現代の戦争ってどういう風に行われるのかなとか、
例えばその中国と戦争になったとするじゃないですか。なったとして、中国には宇宙軍があるそうですよ。ま、すいません、あのやんちゃクラブ名物、適当な知識。宇宙軍、宇宙軍ができたのはアメリカだったっけな。ああでもそうそう、やっぱ中国宇宙軍とかで検索するとね、ニュースが出てくるんですよね。衛星攻撃能力とか。ああアメリカか、宇宙軍あるのは。でも中国はその人工衛星とかを攻撃する技術とかを開発しているみたいな話があるわけですよね。そうなると初手でまず制空権、制空権、制空権でも制海権でもなく制空権みたいなのを確保して、衛星とかをとりあえず全部壊しとくかみたいな。でもそれだけでも結構影響出ると思うんですよね、生活にね。で衛星壊した後は、まあ、制空権を確保しているので、中国独自の衛星を日本とかの静止軌道上に打ち上げると。で最近は衛星を使ったネットワークの技術とかもあるみたいなんで、そうすると中国独自のネットワークを制空権があるわけですから構築できると。そしたら今度はなんかドローンがたくさん入ったロケットとかを宇宙経由で東京の上空とかに撃つ。そう。そしたらドローンがたくさん降ってくるわけですよ。でドローンはその衛星のネットワークを使って制御されているので、既存の 4G とか 5G がなくても動く。動く。したらどうするかな。よく最近散歩してて思うのが、あの高圧電線とかたくさんあるじゃないですか。でもこれ結構その脆弱だよなと思ってて、なんかちょっと強いでかいニッパーを持ったドローンがこの線をバチバチ切りまくったらやばいなみたいな。で首都圏の高圧電線の電線を切りまくると、そうするとまあ大規模停電が起こって、1本や2本だったらすぐさま復旧できるでしょうけど、まあ、次から次へとバチ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 切られたらさすがに復旧できないんじゃないですか。しかもなんか衛星も使えないし、まあわかんない、衛星が使えないことはそんなに影響ないかわかんないけど、でも多分静止衛星なかったら GPS とかも使えなくなるでしょうし、いろいろ混乱するでしょ。そうこうしてるうちに東京の機能が停止するわけですよね。電力がなくなって、電力なくなっちゃったら、まあ、東京の人口を多分食料の配送とかも滞るでしょうし、うん、まあ疎開するしかなくなりますよね。なんかでも東京の人が急にね地方に疎開したらいじめられそう。なんかこれも良くないイメージなんですけどね、なんかうん、すごくトラブルが起きそう。でもぬけの殻になった東京をなんか制圧しに来る。でも壊れてるインフラは高圧電線の電線だけなので、制圧した後に電線をつなぎ直せば首都圏丸ごとインフラが残った状態で制圧できてお得みたいな。
そういう感じになるんじゃないですか。知らんけど。なんか、そういうことを思うんですよね。だからあんまり戦争で、だから急に核爆弾とかで東京が一気に壊滅させられるっていうよりは、そうやってなんか人を追い出してから制圧して、インフラ全部残ったまま占領できるような気がするんですよね、やろうと思えばね。それは結構コスパもいい気がするし、そう考えると制空権大事なのでは。航空自衛隊じゃなくて何宇宙自衛隊みたいなの必要なのでは。アメリカの宇宙軍もそういう意味ではアメリカの制空権っていうよりはやっぱり日本周りの制空権の方が重要なんじゃないかな、そんな気もするんですけどね。みたいな、はい、普段からそういうことをなんか考えてますね。どうなんでしょうね、そういう戦争になる気がしますけど、次に大規模な戦争が起こるとしたら全然想像つかないですね。何しろ第二次世界大戦からもう70年とか経つわけですもんね。当時と同じようになんか空母でやってやるぜみたいな感じではないんじゃないんですかいやまあ当然ね、あの出雲とかあの空母に改造してなんだっけ F-35 とか最新のなんだF-35 は最新のなんだ軍用機、戦闘機、最新の戦闘機、ステルス戦闘機が離発着できるみたいな話ありますけど、それを使ってどうやって戦争するのか全然わかんないんですよね。今もまだ開戦したらドッグファイトとかするわけですかね。全然わかんない。結局制圧するときには歩兵が戦車と一緒に来て制圧するんでしょうけど、そうなったときどうするんだろうっていう気はしますよね。なんか防衛白書とかを見れば今どういうことが想定されていてどう備えてるのかとかわかるんですかね。なんかちゃんとそういうのを勉強しないとあんまり地に足のついた妄想にならないっていう問題があるんですよね。はい、というわけで東京が壊滅している夢を見たのをきっかけに東京が制圧される時のシチュエーションを妄想した話でした。いやーでも本当核爆弾って下手に撃っちゃうと今ほらあるじゃないですか。あれがどれ。なんだっけ、相互確証破壊があるじゃないですか。相互確証破壊ってその片方が核爆弾を核ミサイルを撃ったらもう片方が持てるだけの核爆弾を撃ちまくるみたいなシステムがあるから誰も撃たなくて済むよって平和みたいなやつですけど、どうでしょうね、今中国も入ってるんですかね。なんかちょっと前に調べた時にはまだ入ってないけどもうちょっとで入りそうみたいな話を見た気がする。でもまあみんながね核爆弾を持つと平和になるっていう
面白い関係なんですよね。怖。はい、じゃあ戦争の話は終わりです。そうならないことを祈って。はい、さてじゃあ今日のルービックキューブのコーナーやるか。これ相変わらずあれ進捗はないんですけど、あのマイニューギアだけは届きました。さっきこれが例のそのマグネティックコア内蔵の新しいルービックキューブ、こうキュッてやるといい感じのところに収まる、勝手に。これが便利みたいな。前のやつを持ってくの忘れたからあれなんですけど、まあ、確かに前のより滑りが良くて、しかもこのキューブの形状に戻ろうとする力が働いているのがいいんですか。わかんないですけど、いや実際ちょっと使いやすくなってる気がしますね。はい、まあ悪くないのでは。うん、ちょっとやりますか。いやーまあまあやりやすいですね。うん、ただなんかあやべ、よいしょ、ちょっと慣れが必要かな。勝手に動いちゃう、ちょっと力を入れただけで勝手に動いてしまうので、こうか、よし、一つ一つの動作を丁寧にやる必要が出てくる、動きが良すぎて。そうですね、はい、こうしてよっ、よいしょ、いや本当にスッと動いてしまうので、ちょっと力の入れ具合を間違えると変な方向にすっ飛んでくので、ちょっとそれは怖いですね。うん、はい、2段目まで終了、よいしょ、はっ、はい、なんかよくわかんないけど、はい、なった。でコーナープル、プルじゃないんだよなこれ、コーナー PLL、 右トリガー UR フローム、よいしょよいしょ、ほっ、これずっとやってて今チートシート見てはいるんですけど、なんとなく自分の中で進歩してるなと思うのは、チートシートだけを見てもう手元を見ずに、チートシートに書いてあるこの R とか U プライムとかそういうやつを見ながら、手元は見ずにこの手順を行うことができるようにはなってる。うん、それは結構でかいですね。右トリガー、よいしょ、おっと、うわこれ本当になんか、それこそ昨日のガンダムの話じゃないですけど、本当に極めた人にはいいかもしれないけど、おぼつかない人がやるとすっ飛んでっちゃいますねこれが。そして今崩れた。よいしょ、わなんかどっか行っちゃった。いやーダメだな、こうかなり時間費やしてるけどダメですね、全然上達する感じがしない。だからまあこの見ながら手元を見ずにできるようになったっていうのはまあでかいんですけど、いやダメだな。
なんかちょっと部分的な練習をすると、それまでの積み重ねで覚えた部分を忘れちゃうっていう問題があって、全部の手順をやっぱりゼロから練習しまくらないとダメな感じしますね。はい、もう一回ここまで来た。で、コーナープル、右トリガー、U プライム、R プライム、F、R、R、U プライム、R プライム、U プライム。で、右トリガー、F プライム。あ、揃っちゃった。まあ、ほんとこんな感じですね。この、エッジ PLL とコーナー PLL については、ちょっと暗記できそうにない。ただ、このチートシートを見ながら、手元を見ずにできるようになったってことは、あとはこの呪文をアンプできれば、あとは手が勝手に動くわけですよね。なので、もしかしたら口に出して言いながらやるとかするのがいいかもしれないですね。口と耳と手で連携して覚える。それはね、結構、結構やっぱりなんか記憶って他の感覚と同時に関連付けると覚えやすいっていうのはあって、普段散歩してる時にオーディオブックで3体とか聞いてるって言ってたじゃないですか。で、散歩してる時、前ここ通ったことあるなっていうところを通る時に、その時聞いてた3体のシーンとかが蘇ってくる。聞いてたシーンがですね、あ、なんかこの景色と3体のあのシーンは関連付けられてるなって思う時があるんですよね。まあ、それはやっぱりなんか物を覚える時って五感で覚えるのがいいんだなって思ったわけですよ。はい。なので、なんか毎日散歩しながら何かを聞いて覚えるとかはいいかもしれないですね。もしくはこの呪文を自分で口に出して録音して、それを聞きながら歩くとか。歩きながらやるか、散歩しながらキューブやるか、もう完全に廃人っぽいけど大丈夫か。それは散歩しながらキューブやるのはなんかやばいな。大丈夫かな。でもなんか、そっか、なくはないのか。ちょっとこの新しいキューブじゃなくて古い方のキューブにしよう。落としたらやだし。ちょっと少しだけ試してみる気がしてきた。はい、こんな感じですね。はあ、あとなんだっけ。あとはちょっと前に、なんちゃらアイドルはすごいみたいな回があるんですけど、そこで、少し前っていうか始めてすぐぐらいの時だよな、なんちゃらアイドルのなんちゃラジオっていうポッドキャストがあるんですけど、それがついに昨日の更新で第200回になったんですよ。でもほぼ4年ですよね。毎週やってるから200回ってことは4年なんですよね。4年間、いやー、感慨深い。その、まあ、これある意味このやんちゃクラブもやんちゃラジオなわけですよね。ほぼね、ほぼ音声がメインのコンテンツになっているので、でここまでやってきて、でももう今これ何回ぐらいかな、50回ぐらいまでいくかな、そろそろ。なので毎週の更新なんだとしたら1年分ぐらいあるんですよね、もうやんちゃクラブが。なのでなんとなくわかりますけど、やっぱりそのカメラとかマイクに向かって一人で喋るっていうのは、なんかやっぱ普段の会話とは全く違う脳を使うというか、
おかしい行いおかしい行いなので、結構抵抗感があるんですけど、それを続けているっていうのは、はい、なかなかやるなという感じですよ。はあ、一応リンクを貼っておくか。はい、というわけでなんちゃラジオ200回ということでした。はい今日もだいぶまとまりのない話だったな。はい、タイマーが来た。よし、終わろう。いい天気だな。よし、終わり。じゃあ皆さん、バイバイ。